ちを巡ってる運があるこの渦を消したって言うつ何がシーザー始まりました。水曜日と今日は愛知県名古屋市にあるガブリチキン栄店に来てます。どんなチャンピオンが待っているのか早速中に入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はチャンピオンのお店ということで料理の方を注文していきたいと思います。ここあのガブリチキンの特色っていうのは何ですか？はい、私たちのこのお店の特色は、はい、ちょっと普通の酒場と違って特化しているのが唐揚げ、鶏の唐揚げと、はい、あと骨付き鶏、はい、とハイボールを一緒に楽しめるっていうのが特色としてはあります、はい、これはギガです。ギガ超男前です。超男前、はい、1リッターです。いただきます。いただきます。あ、おいしい。なんかそんなウイスキー感があんまりないですね。そうですね、これ店舗で仕込んでて、そのウイスキーにフルーツをしっかり漬け込んで、うん、まあ、いくつかフレーバーがあるんですけど、はい、めちゃめちゃ飲みやすいですね、はい、会社のビジョンでもあるビッグなカンパニーよりナイスなカンパニーっていう、そのナイスとは何なんですか？ビッグっていうのは会社でいくとどんどんやっぱ成長して、ただ大きくなってくる、はいはいはい、でも見方を変えると肥大するっていうパターンもあるんですけど、ナイスっていうのはブルームダイニングサービスに関わる全ての人が、はい、僕たちの経営理念なんですけど、幸せの花を咲かせる、だからブルーム咲かせるっていうのがあって、はい、例えばお店に来てよかったね、ここで働けてよかったね、はいはい、この会社と取引してよかったね、ナイスな取引だった、ナイスなお店だった、でナイスな会社だったと思ってもらえるような感じで、こうビッグっていう言葉よりはナイスを目指そうっていうふうにしてます。はい、人生で大切にしていることってありますか？そうですね、なんか僕ちょっと座右の銘があってちょっと言ってもいいですか？はい、お願いします。お願いします。まあ、過去と他人は変わらないと、はい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 、で自分が変われば未来が変わるっていう言葉をすごい僕は感銘を受けてて、はいはい、自分が変わることで相手も相手にとっても良くなるんだったらっていうのを、はい、こう20代30代でずっと思ってたんで、記憶があるところでいくと20代30代はずっと思ってました。それでなんか、ああこうしたらさらに良くなったっていうのってありますか？なんかこれを変えたのが結構違うなっていう。そうですね、年を重ねたことですね。やっぱりなんか若い頃って20代って虚勢張りますし、30代だとやっぱり20代で経験したことが力になるのは自分の成長もわかるんで、やっぱりなんか変な尖りがあったりとかあるじゃないですか。ですけど、まあ僕今40代なんであんまりそういうのは思わなくなったなっていうのと、利点業種じゃないんですけど、相手の欠点探すよりはいいとこ探すっていう風に意識もしますし、自然とそうなってきたなっていうのはありました。はい。え、これも女性頼まれることあるんですか？あります。あの僕たちのチンチロゲームっていうのやってるんで、はいはいはい、チンチロサイコロ振るんですけど、はい、やりますか？はい、やりますか？やりましょう。チンチロお願いします。ドキドキチンチロリンゲーム、やってください。お、2のゾロ目、ゾロ目無料です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。の中食器のサイズが無料で、まあ、無料になるんですね。はい、いっぱい飲めます。そういうことです。はい、ギー面白いです。食べます。名物の親鳥です。ありがとうございます。いただきます。うん、うん、めちゃめちゃ弾力ありますね。親鳥なんですよ。うん、ひな鳥もあって、ひな鳥は柔らかくてジューシー、はい、親鳥はでも鶏の旨みがあって弾力があります。ありがとうございます。名物の左側が骨なし桃で、はい、右が塩麹胸です。熱いんで気をつけて。ありがとうございます。塩麹胸がわさび醤油で食べるのがおすすめなんで、よかったら試してみてください。ありがとうございます。桃が一応看板商品で、はい、僕らの唐揚げグランプリ金賞、はい、13年連続取ってるんですよ。すごっ。はい、これが一番売りです。うわ、何かこのターニングポイントとなる出来事って何ですかね、人生の中で。僕あのラーメンのチェーン店の一風堂というところにいたんですけど、はい、その創業者で川原茂美さんという方いらっしゃるんですけど、はい、まあ、もちろん今もお元気なんですけど、はい、本当に茂美さんとの出会いがちょっと人生観変わったなっていうのがあって、はい、やっぱりそのありがとうを世界中に伝えていくっていうのがその当時の会社の理念があって、はい、川原さんにそのありがとうとか感謝っていう
意味を仕事を通じてすごい教えてもらって、これは今でも僕ずっとちゃんと習慣化して行動してて、はい、今のうちの会社とかでも良かったこととしてみんなに伝えてます、はい、そのありがとうとか感謝を伝えるっていうのはその言葉だけじゃなくてどういうところがあるんですかね、くらったってなると当時僕たちの会社は普通こう会社とかであったらお疲れ様ですとか言うじゃないですか、はい、お疲れ様です禁止なんですよ、お疲れってもネガティブだよね、はい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 、で何を言うかというと、はい、出会った挨拶はありがとうございますなんですよ、例えば最初に会った時そうです、電話でもありがとうございます杉村ですとか、はい、メールでもありがとうございますなんとかの件ですとか、オフィスですれ違っても ありがとうございますって言うんですけど、外から見たらやっべって思うじゃないですか。でも僕たちなんでそういうことやったかというと、はい、やっぱり意識してもなかなか変わるもんじゃなくて、やっぱ口に出すことで伝えることで習慣化されてきて、やっぱ行動が変わるっていうふうに考えられてて、はい、まあ、そういうのがあったんで、これよかったらあの塩麹もこれはすごい女性人気があって、はい、これ今もも召し上がっていただいたんですけど、はい、こっち胸です、こっちは、はい、でこれはわさび醤油でちょっとわさびのして醤油少しかけていただくといいと思います。あ、塩味が効いてますね、はい、わさび合います。今までで一番の失敗談、なんか面白い失敗談とかってあったりしますかね。10代の頃、うん、仲良かった先輩がいて、はい、で彼はもうすぐなんかビジネスに目覚めて仕事をやり始めたんですよ。ある時呼ばれて、これを買った方がいい、はい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 、で後で気づいたらネジに行こうって何を買わされたんですか。インターネットです、当時こういうのですか、端末、はい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 、で後々ネズミ講だったってことに気づいて、はい、残念だなって思ってた人と、はい、ついこの間16、7年ぶりに再会したらすごい立派な不動産会社の社長になってました。お、素晴らしい。その時の話もしたんですか。したんですけど、はい、やっぱり人ってやられた方を覚えててやった方は覚えてないから、はいはい、すごいね、久しぶりだなって喜んでくれたんですけど、はいはい、少し複雑でした。鶏白湯ラーメンです。鶏白湯ラーメン、お酒飲んだ後の締めの一品の一つで、僕たちやっぱ鶏を扱ってる居酒屋なので、その鶏だしを使った鶏白湯ラーメン、はい、めちゃめちゃ濃厚ですね、はい、いやこのクオリティはないですね。今さっき頼んだ骨付き鶏の油を入れて、はい、醤油と混ぜて鶏の油と混ぜて炒めるとめちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます、いただきます。こうやって醤油も入れてやった方がいいですね、味濃くなって、はい、そうですね、最高です。抵抗法則っていうのを聞かせてもらってもいいですか。目先を追わないこと、昔からそうだったんですけど、はい、僕もちょっとその一般企業でこう勤めた経験があって、はい、その時に頑張ってる人たちっていっぱいいて、いくら稼ぐ、評価されてない、給料稼ぎたい、まあ当たり前なんですけど、はい、でもそういう人たちって得てしてもらったらやるっていうの考え方、思考プロセスの人が結構多かったなと思って、そういう人たちって結構行き着かないなと思って、うん、僕も決して初めの頃って給料良かったわけじゃないんですけど、はい、まあ、どっちでもよかったです、いくらでも。ただその仕事でこういうことやりたいってことにすごい夢中になって奔走した時に、気がついたらそういうのってやっぱついてくるもんだなと思ってて、はい、だから仕事でなんか給料とかお金を気にしたことは実は今も一切ないです。3 on beat。 そしたら最後にチャレンジバトルを行いたいと思います、はい、お願いします。お願いします。そしたらぜひチャンピオンからお願いします。はい、ありがとうございます。いきます。愛です、1ポイントです。いきます。ここで自分が U 出たらチャンピオンの勝ちになります。はい、あ、フリーで、もう1回です。あ、U 押し払いお願いします。飛んでる陸海と大気圏外仮想極倍仮想極倍尊重な